皆様方、今、須田先生の方から紹介していただきましたように、2月4日、5日と、安倍元ナショナルトレーニングセンターの方で、研修会などを参加させていただきました。先生方のお手元に、分厚い冊子を、渡されたものをただコピーしたんですけども、研修の内容としましては、最初に、篠宮専務理事の方から、今の、日本と世界の現況、冊子見ていただいたら分かるんですけども、それと、今年にございます、ロンドンオリンピックの選考の方法、それとあと過去の世界選手権オリンピックの、推移ということで、少し分厚い冊子になってますけども、こちらの方はご覧いただいたらなと思ってコピーしてまいりました。で、その研修会の中で、あと、今、全日本の男子の監督が稲垣、女子の方が三宅、その両名の方から、今の全日本のメンバーに対してどんな形の練習をしているかという報告がございました。今日先生方に見ていただくのは、今全日本の男子が、先生方もご存知のように、低迷と言われておりまして、なんとか、藁をすくらうような思いで、少しでも、パフォーマンスが上がらないかということで、稲垣監督も、いろんな、多方面に、いろいろと、知恵を、いろいろと、なんていうんですかね、いろんなところでヒントがないかなということで、最近、発見したというか、やり出していること、これを先生方に、見ていただこうかなと思います。これはもう昔から、やっていると言われればそれまでなのかもしれないんですけども、実際に全日本の男子の体操チームが、技術じゃないそのフィジカルの面ですね、その面をその鍛えているそのトレーニングの、そのビデオ撮影をちょっと映像としてちょっと見ていただきたいなというふうに思います。で、その中で、ウェイトリフティングで、使えるなというふうに思える部分ばっかり、集めたものです。それでは少し見ていただきながら、その簡単な説明だけさせていただきたいと思います。これはLBC の体操場です。これなんですけども、よく2人組で体育でもやったりするんですけども、ただのレクレーズなんですけども、普通レクレーズって言ったら、僕なんか今まで何ですかね、手をこうやって、この股関節が触覚になるまでしか、やることがなかったんですけども、これはもう、パートナーのこの足首までしっかりと、実際にやってみたら、その下腹部のトレーニングにもなるんですけども、太ももの裏 の柔軟性を高めるのにも非常にいいかなと、やらせていて思います。でこれは体操得意 の倒立で、これ見ていただいたら分かるように体操選手は当たり前かもしれないんですけども、
足の先から手の先まで、それから頭のてっぺんですね、ここまで一本の、棒が入ったように軸をしっかり作って、でこれが体操選手でも意外とできないそうなんです。中にはビデオを撮った中でも体操選手の全日本のチームに入っててもきっちりできてない人もいるようです。でこれは倒立姿勢で、先ほど最初は後ろで前に倒しておりましたけども、これもこの手首から足の指先までしっかりと軸を作るということが大事だそうです。でこうやって体をスイングさせてるのはこれはもう筋力強化だそうです。で後ろで腕立てしてますけども、これも、肩から膝まで、もうこれはもう一直線と。先ほどと同じです。で腕立てしなくてもああやって膝から頭の先まで全然曲がらないように、これも意外とできそうでできないもので、その中で体幹とその体幹のトレーニングと軸作りに。これはアンバーを使ってちょうど倒立をしてですね、腰の位置にアンバーが当たるようにしてるんですけども、これで、補助者が、前後に振ることによって、歪んだ、傾きを自分の力で戻すようにするトレーニングだそうです。普通は実際にこれを高校生でやってみたんですけども、落ちたら押されっぱなしでそのまま潰れていきます。それを反発するようにしっかりといろんなところを締めないとできないことだと思います。で特に今その全日本の男子がやってるのはこれらしくて、見てもらったら分かるようにこれも、体を固めてシートのように右側の方がぶれてるの分かりますでしょうか。この選手はしっかりとこう1枚の板で押されたらこっちが上がってこういう形ができてるんですけども、この選手は肩の部分が波打つんです。こういうのをなくしていくためにと。後で映像で出てくると思うんですけども、この子も波打ってます。この青いシャツ着てる子もこれ青けになってますけども、うつ伏せになって背筋の方も同じことをやれば同じ効果はあると。これが背筋の方です。肩甲骨と太ももの裏を触ってこうシートのようにこうビタッと固めるって、これすごい大変なことです。でできてるかどうかは僕もよく分からないですけども、横向いて即位の姿勢でも同じことをさせるということだそうです。
専門的なんですけども、すべてその軸作りを、それ軸作りとその体幹の強化を意識したトレーニングがほとんどだそうです。でこれもあの、肩統一からですね、レッグレイズなんですけども、実際にすぐ帰って生徒にやらせてみる前に自分でもやってみたんですけども、畳と畳を重ね合わせてちょうど頭が入る隙間で肩統一ができる幅を作って実際にやってみたんですけども、あの僕の筋力じゃできませんでした。あの肩から上げるっていうことがもうまず無理です。で、これに近いものでできないかということで、この股関節をちょうど90度に割るぐらいだったら、あの生徒もできますし僕もできました。だから、まあ、発展的に、まあ、こうやって手では押さえてますけども、手の力だけで押さえれるようなものじゃないということですけども、まあ、最終的にはこれぐらいの筋力が必要なのかなというふうに感じました。でもあの女の子でも十分できますし、逆に男の子でもできない子もいます。これはあの幅を広げて、まあ、ちょっと力技なんですけど、この辺りはその先ほど言ったみたいに少し段階を踏まえれば実際にやっていけることかな。倒立バーを使っての倒立なんですけども、これも意外としつこくやってたら、高校生でもできたことです。それで、まあ、これをすることによって、なんとなく、ジャークを刺して、いつもごまかしてるのがよくわかるとか、まあ、そんなことを生徒からは聞きました。それで、まあ、倒立をしっかりやるということが、こんなにそんな自分の種目に生きるんだなということも生徒の中からは何人か声が出てました。で倒立も男女問わず、きちんと補助をついてあげて、この補助倒立から手を放せば別に体操選手じゃなくてもこんだけきっちりできるんだなというのが、まあ、やらしてみての実感です。ただまあ今やられていることはすごい専門的で、
たまかもしれないんですけども、うちに2年生で医者という生徒がいるんですけども、この都立まで泊まれるようになってから、あのジャークの差しが伸びました。この鳥はちょうどあの足で隠れてるんですけども、これは閉じてやることによって、まあ、肩よりもだいぶ三頭筋の方に来るのがよく分かりました。あの、あとはあの似たような種目ばっかりなんですけども、今回 の、 あの研修会を受けてきて、あの他にあの特にすぐあの我々のトレーニングに使えるかなと思ったのは、この研修ぐらいで、あの、まあ、これを 見て、あの、なんていうんですかね、これをそのまま使えるかどうかはあの分からないんですけども、まあ、バーベルは、あのバーベルで鍛えれればいいんですけども、そうじゃなくて、違うところでもいろんな形でのトレーニングができるのかなと。で、あのいろいろあの体幹トレーニングの、 あの今コアとしてあのスタビライゼーションとかいろんなことがありますけども、こういう自分の体重を使ったトレーニングっていうのはやっぱりあの当たり前かもしれないんですけども、見直すべきところではないかなというふうに個人的にはあの感じました。それと、全くこれとは違う、研修の中で、これは男子の方の報告で、まあ、もちろん女子も、こういうのを少しずつ取り入れて、今ではもう大学生もだいぶやらせてるみたいです、いろんな大学でも。それで、女子の方の取り組みとしたら、先ほど の、 あの資料の中で、三宅君から、報告があったのは、この資料の2ページで、特に女子としたら、2ページの、大きい版の丸4ですか、これのスポーツ医科学委員会及び実の研究者との連携を強化し、技術分析、トレーニング計画を個人ごとに、
確立するということで、まあトレーニングの理想といえる、まあ、フィジカル面とかメンタル面とか、特にトレーナー的な部分ですかね、まあ、その辺のところを意識と強化しましたというような報告を、されておりました。あと全然資料はないんですけども、ドーピングの、国内での、陽性者が少しずつ増えているので、もう今までのように、うっかりドーピングっていうのではもう済まされませんよということで、係の人から連絡がありました。すみません、これぐらいの報告しかできないんですけども、以上で私の報告を終わらせていただきます。